は夏の事故ゼロ運動の期間に合わせ、豊後の警察署が JAF 大分支部とともに道の駅大野で行ったものです。夏は路面が高温になる影響でタイヤが破裂する危険性が高まることから、今日は利用客が乗ってきた車のタイヤを点検しました。 JAF の職員が適切な空気圧になっているかなどタイヤの状態を調べ、出かける前に車を整備しておくことの大切さを呼びかけていました。月1回で結構ですので、ガソリンスタンド様とか行きつけの工場様で空気圧の規定値のチェックをですね、していただけると非常に助かります。夏の事故ゼロ運動は18日木曜日までで、期間中警察は取り締まりなどを強化しています。